メッシが謝罪動画の時にスーツを着ていた理由がヤバすぎでした。メッシは練習を休んだことに対し謝罪ビデオを投稿しましたが、人々の関心はその謝罪内容ではなく、なぜスーツを着ているのかに集まりました。ネット上では、リビングでなんでスーツ着てるん、サッカー選手は裁判所以外でスーツ着ないだろ、謝罪 YouTuber かなどコメントが。メッシはローレウスの最優秀スポーツ選手賞を受賞。こういった授賞式では式の前に写真撮影をすることが一般的。メッシの謝罪ビデオは授賞式の前日に投稿されましたが、メッシがトロフィーを握っている写真は授賞式前に撮られているはず。皆さんお気づきだろうか、メッシが謝罪動画で着ているスーツは授賞式で着ているものと二つ。メッシは写真撮影をして家に帰り、そういえば謝ることあったなと思い出し、写真撮影のついでに謝罪動画を撮ったようです。